エルヴィン・レイゼナーエルヴィン・フリードリヒ・カール・レイゼナーは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び、武装親衛隊大将、ドイツ帝国プロイセン王国領ウェストファリア州、州エルテの出身。技術訓練学校卒業後は、電気技師として働く。1926年11月6日に、国家社会主義ドイツ労働者に入党し、 同時に突撃隊にも入隊する。1929年に新鋭隊へ入隊する。1930年11月にアーヘンの第73新鋭隊大隊員となる。1933年11月9日に新鋭隊中佐に昇進。1933年11月12日から国会議員となる。7月20日に デュッセルドルフの第20親衛隊連隊指揮官になる。1934年5月12日に親衛隊大佐に昇進、9月から東プロイセンの第61親衛隊連隊指揮官となる。1936年9月13日に親衛隊上級大佐に昇進し、同時に親衛隊上級地区オストの幕僚長となり。 1938年11月1日から新英隊上級地区ラインの幕僚長へ任命される。1940年1月24日に新英隊少将及び警察少将に昇進。2月からは秩序警察に所属。3月にビースバーデンの保安警察及び SD 監察官に任命され5月中旬まで務める。六月十八日に 新鋭隊上級地区第ン指導者7月24日に第ン新鋭隊及び警察高級指導者に任命された1942年ベルリン前列右からギュンター・ダルケン、ヨーゼフ・ディートリヒ、ウルスラ・ディートリヒ、レーゼナー1941年11月9日に新鋭隊上級地区アルペンラント指導者 アルペンラント親衛隊及び警察高級指導者に任命される。1944年7月1日に武装親衛隊大将の階級を与えられ、8月1日に親衛隊大将及び警察大将に昇進する。1944年10月にはタイパルチザン戦闘部隊の幕僚を1945年まで務めた。戦後オーストリアへと逃亡するが、 イギリス軍の捕虜となり、ユーゴスラビア政府に引き渡され、レオン・ルプニクラと共に裁判にかけられた。1946年8月30日に死刑を宣告され、9月4日に執行された。ありがとうございます。